本当だったらスタインヨルンはねちゃんとフィヨルドでテイムしたギガノトでやりたかったんだけど、まああんまりねちょっと時間もかかっちゃうんで、まあまたいつかやれればなということで、今回はちょっとピンチヒッターということで、まあエクスティンクションでねあのずーっとやってくれているギガノトたちの卵を持ってきたっていう感じっすね。でこれがほれ前回のハティスコでゲットしたギガノトの思考のサドル、防御力124、負ける気がしないね。あああったあった、これだろう、これだ、これこれ多分ここだ。さすがに中あったかいとかそんなことないか。あー絶対これだわ。ちょっと待ってね、場所だ、場所ちょっと確認だけ。うわすごい、一気に氷になった。気温は変わってないんだな、-53°。なんだよマイナス53°って。あ、あったかくなった、いや寒くなった。あったあった、これだ。え、すごい、桜に守られてる、雪の桜が生えてるんだけど、え、桜を守ってるのまさか。ごめんちょっと寒いんで一回か、ごめんやっぱちょっと一回帰るわ。あのここまで来といてなんですけど、ごめん一回帰るわ。ちょっとなんで前回大丈夫だったのに。あれ、あ、カルカルドンといたよ。ほら、また20レベルかよ。カルカルドンといたいた。あーよかった、やっとまともに動けるわ。よし、行きましょう、スタインヨルン。一応、フィヨルドの中ボスの中では、最強なのかな？一応最強かな？フィヨルドの中ボスでは。なんかハティスコのね、すごいいいやつを見てしまったせいか、若干し、なんか地味に見えるわ、ターミナルが。ただこれ最高だな、これターミナルの横に雪の桜が生えてる、最高だなこれは。まあ桜じゃないと思うけど、まあまあまあ桜に見えるんで桜としておきましょう。最高、スタインヨルン、これだね。30個だから、まあ OKOK、 じゃあ行きましょう。スタインヨルンが召喚されました、急ぐよ急ぐよ。え、待って待って、びっくりした、さすがにお前そねえわ。え、俺固められたんだけど、え、アイスタイタン、アイスタイタン、いやクマだ、ラプルベア、ラプルベア、そんなもの出してくんの、クマ、え、クマとゴリラ、クマとゴリラとアイスタイタンじゃないこれ。そういうやつかお前。え、ノックバックエグいんだけど。あ、でも一応顔はクマだね。あ、ベアパンチした今。今一瞬ベアパンチしたわ。あ、クマだ、クマだ、クマだ。あ、クマだ。すごい、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 すごい。嵐巻き起こってる。すごい。え、マヒャド撃たれてる、マヒャド。ちょっと待って、さすがにちょっとね、ここ見えないの。あー、ほら、もう回復しちゃったじゃない、もう。そう、離されたよね、今、と思って。あー、桜凝っちゃった、最高だなって言ってた桜叩き寄ってしまった、ごめんなさい。うわー、桜折った俺。え、え、折れるの桜、しかもちょっと待って、こいつ岩砕いてんじゃん、エターナルやんこいつ、岩砕いてんだけど。ただダメージ食らってる、ダメージはそうでもないね、食らってるダメージはそうでもない。ただやっぱ硬いというか、一応こいつダメージカットが入ってんだよね。ラプルベアってどんなやつなの。うわ、え、クマ、え、い、本当にマジで石が襲ってきてるんだ、本当にマジで石が襲ってきてる、やべえ、つえ、待った、今までの火じゃねえぞこれ、今までの火じゃねえ。あ、オッケーオッケー、いい位置来た、いい位置来た。あれ微妙にこいつ旋回すんのうぜえな、微妙に、微妙に旋回してくるせいで、なんかね、思ったよりね、ダメージ稼げねえわ。ていうか、もう一匹ギガノト連れてくればよかったかな、これ。いや、でも、しょうがねえわ。メイトブーストかからないから、どの道連れてきてもあんましょうがないか。結構効くな。いや、効いた。今、100なんとか180とか食らってたじゃん。この、なんか、嵐巻き起これ、舞い踊る嵐が、ちょっと大変なことになりそうなんで、あれを撃たれないようにしよう。多分、あれが必殺技だろ、こいつの。前回のなんかハティスコがやってきたような、あのなんかすごい炎アタックが
なんかもうめっちゃ強い、めっちゃすごい炎アタックがこれでしょ多分。なんかさっきからさ、なんか地面耕されてんだけど、これはラプルベアが出てるってことなのかな。完全にイワシイランだよなこれ。これビルダーベアなんだよなこれ。多分石で作ったビルダーベアでしょこれ。これ絶対こいつビルダーベアだったのか。絶対これ石と氷でクマ作ったでしょ、自分の複製作ったろお前。これ絶対こいつあれだよ、ビルダーベアの親戚だよこれ。鬼畜間だよ鬼畜間。やってること鬼畜間だしな結構。だって嵐巻き起こしてつららを人々に刺してんだよあいつ。こいつ鬼畜間もいいとこだろこれ。岩がくっついてる感じなのかなこれは。こいつなんか見た感じさ、岩がなんか張り付いて、なんか背中に岩がさこうやってなんかくっついてるような感じになってるのかな。それとも岩そのものがクマの形を成してるのかよくわかんないが、どうなんだこれ。もうちょっとよく見てみたいねこういうボスのディティール。うん、なんかね、あーでも見た感じ岩がそのまま生物クマの形を成してるみたいな感じに見えなくもないな。なんかイメージ的にはなんかグラビモスになんかグラビモスみたいな。よしまいとどめのセリフめっちゃかっこいいこと言ってやるからな。行くぜクライムエターナルフォースオブリザード決まったわ、決まった。めっちゃかっこ悪かった。まあなんやかんや勝ちましたと。さて報酬がなんかあんだけやってエレメント30個って割に合わない気がするな。めっちゃ削られてるほらめちゃめちゃ削られてるじゃん。でアラネオモーフォスと、でこれがおい噂をすればカルカロドントサウルス、カルカロドントの思考のサドル来たわ。うわ噂をすれば、噂をすればカルカロドント来ましたわ。いやこれ神の啓示来たな。厳選せよと見つけよと来たな。神の啓示、これ神の啓示物、これあのこれ聖遺物だこれ。これお祈りしなきゃダメだこれ。祈ってカルカロドントをテイムしなきゃダメだこれ。